じゃあ、何を見てみましょう。何でしょう。この子はもう下痢もなく元気ですけどね、うん、もう超元気で、うんうん、いいことです。去勢は何ヶ月ぐらいからあるんですか。もう日じゃないんですよ。ああ、もうなんか下がったような泣き方を 2,3 日前したんですよ。ああ、そうですか、うん、はい、もういつでも。あ、もうそのくらいからいいんですか。いいですよ。はあ、大体半年前後を目安にすればいいかなっていう感じがありますね。ちょうど6ヶ月ぐらいなので、うん、5ヶ月半、うん、ご希望の日があれば言っていただいて。将来月もう下のあれが、うん、ミルクが終わったんでやっと手が、うん、一泊入院になります。一泊、はい、やっぱり取った方がいいですよね。手術はおすすめですね。やっぱり飼いやすさとか考えたりとかすると、そうですね、どうしても外への欲求が強くなるので、うんうん、外に出ていろんな病気もらってきてしまったりとかすることもありますしね。やっぱあのおしっこかけるのも少しは収まるんでしょ。そうですね、そういうのはあんまりやらなくなります。あ、それがやっぱり一番ですね。はい、いい子でした。はい、いいですよ。はい、ありがとうございます。はい。